ブマイナス6000スメルチマイナス2はソビエト連邦が開発した 212mm 後継対戦迫撃砲。投射される爆雷をロケット弾として射程を延伸している。ブマイナス2500スメルチの後継として1960年頃から運用を始めソ連海軍の艦艇に広く搭載された。現在もロシア海軍を中心に多くの艦艇に搭載されている。 発射機は12本のロケット発射用チューブを、馬底計様に配した形状をしており、ブルや下機管制システムによりコントロールされる。射程は6000メートル。RGB-60 無誘導爆雷を発射でき、一度に発射するロケットの数は1、2、4、8、または12発の中から選択できる。次発装填は自動化されており、下層の弾薬庫からの球弾は60。 アップ装填システムにより行われる。一つの発射機あたり72発、または96発のロケットが搭載される。対戦ロケットは雷だけでなく無誘導ロケット弾も発射でき、沿岸における対地砲撃に用いることも可能である。RPK-8、ザーパドと呼称される改良型は 90R ロケットに対応する。 90R ロケットは点火高度が2000式であり、単線式の従来型部マイナス6000発射機には対応しておらず、事実上ネウストラシムイ級フリゲートとタルワー級、フリゲート専用となり15年もの間調達されていなかったが、2017年に開発が終わり、生産が開始された 90R1 では、単線式発射機にも対応し、従来型でも使用可能となっている。 RGB-60 前日の通り 90R1 は単線式発射機にも対応。また 90R が接触進化だった一方、90R1 はい体が目標から所定の所定の距離に達すると消滅する誘導非接触進化を特徴とし、その効率をさらに向上させている。90R1 ベースの誘導魚雷防御用のダミー魚雷。ありがとうございます。